のりちゃんです。けんちゃんです。りちゃんです。いくちゃんです。めいちゃんです。僕たちの遊び場、今回は 2.5 次元裁判反撃編です。はい、まあ、翔也君はね、人として優しいからね、まあ、でもやっぱみんないろいろ溜まってるっぽいですよ。誰からいきますか。え、はい、え、え、そうだろ、手短、うるせえ。事件は、まあ、とある歌い始めにね、てん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 、はい、はい、OK です。あの映画でね、共演させていただいて、歌えると何回かやるみたいな。翔平くん結構忙しくて、これってなって、一回だけね、一緒だったんですよ、舞台挨拶で。で、その時、久美くんいなかったのかな、確か。いなかった時？初日の時。一番最初？そう。いなくて、みんなと仲良くなれるチャンスだし、まあ、いろんな企画とかも考えてくれてて、その中で、この中で、異性だったら付き合いたいのは、みたいな。あるね、よくあるやつ。もし女だったら誰が好きかみたいな、うん、でほぼ翔平くんで、みんなが翔平くん選んでる、もう出てた7、8人って、もう5、6人翔平くんで、ほとんどやん、と思って、実際僕も入れたんですけど、こんな入ると思ってなくて、みんなで、うん、僕正直モテるんですよ。だから1票くらい入るかなと思ってたら、翔平くんがカッサロって言って、はぁと思って、なんでそんなモテるんと思って、平行世界にいるんだ。同時でゆうたろは知っても知ってるの。いや、なんか僕はやっぱアピールはしてたんですよ、みんなに。かわいい、まあ、キャラクター的にもかわいかったから、リフト君と一緒のペアで、うん、何も現場でこびてもないし、それがほんまの人間ってことや。お前みたいにずっとこびとる人間そんなもんいんじゃん。以上です。最後以上です。でもうちのゆうたろが傷つけたのは確かだよ。まあそうで、傷ついてはいますね。まあそうだよね。まあちょっと傷ついてるし、もう一人傷ついてる人がいるんですよ。ちょっとあのね、さっき、イクミいなかったよねって言ってたけど、いたよ。すいません、あの、やばい、やばいのやったら。いや、気づきましたね。そうだよね。ほんで、俺、翔平君に入れました。そうなら。ねえ、これ、しかも、ゆうたろって横の席。一番横の席。よかったら。その時、イクミくんいなかったのかな、確か。いなかった時？初日の時。一番最初？そう。いなくて。ゆうたろって横の席。一番横の席。よかったら。やばい、歌舞伎みたいな。やばいっすね。俺はもう、やばい。これモテ男のダメなんですね。モテ男はやっぱ気づいてたから。あ、そうね。だからこれゆうたろうが悪い。完全に悪い。いや、もうゆうたろうのバスだよ。謝ると思って、はい、俺に告白し。なんだそれ。そうね。そうね。まず本当に反撃編の今すごい思い出しました。よく考えたら隣の席でした。で、よく目も合ってました。パッと喋ってて、僕はイクミ君はお兄ちゃんがいなかったんで、すごいやっぱお兄ちゃん的存在として慕ってて、あいつの上等手段、すごい優しいお兄ちゃんとしてね、一緒にいれることがすごく楽しいです。今もめっちゃ面白いです。今ありがとう。とりあえず言うたろ、お前その天使脱げ。翔平くんも悪くなかった。そうそう、見事にカウンター歌いましたね。いや、でもそんなのばっかなはずがないですからね。あれ、みんなマイルドだよ。いや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 、あ、なんか拒否してる人が。高田さん、なんでしょうか。事件名は意外と協調性ないん。あれ、え、リアルなところだ。結構やばいな、なんだ、性格だ。翔平くん本当に優しくて、で、いろんなことに全力で本当に素敵な方なんですけど、あ、意外に協調性ないんだなと思ったのが、幼い三兄弟の舞台をやってて、ゲストに長谷川さんが来てくれて、で、町総合館とかめっちゃ俺たちにいろいろお話ししてくれる芸人だったら面白い話とかで、俺とかトリちゃんは知ってるからさ、まあ、あ、そうですね、こうですねって言って、長い料金とかは初めてだったんだけど、長谷川さんここに置いてみんなで、あーははってやつだな。だから翔平くんも初めましてだったのか知らないんだけど、最初は翔平くんもってやってたんだけど、そうなんですごいの、あ、自分多分入れないなって思ったんだろうね。みんなで楽しくやってるのに、一人だけ急に背向けてエビフライなんか始めて、わあ、これは食ってたな、これは協調性ないなと思って、こっちもフォローで翔平どうぞ言ってもなんか、そうそうそう、みたいな、あれ翔平君今日全然喋んないじゃんって言って、人見知りだから、あれ、それで終わったもんな。え、これについてはどうやっぱこのような時期ですし、食事するときは背を向けて食べる、これ常識だと思うんです。確かに、それはそう、別にその場じゃなくてよかったよ、食事は。うん。あれ、弱い。いや、そうなのよ、シソンヌの長谷川さん、はい、もうね、すごい話しやすい人だと思うの、人見知りの。ただね、人見知りっておしゃべりの人に怖いってなっちゃう。一回ね、そう、一回張っちゃう。一回張ったフィールドってなかなか取れないのよ。一回張っちゃったらね。そう、まあまあまあ、でもね、ちょっとずつ裁判所ちょっとずつ話していきました。お、あー、でもまだあります、まだあります。事件名、意外と協調性ないパート2。あれ、パート2はまた
また幼い三兄弟の舞台で岩田圭介くんが来てくれた時に、本番中に結構みんなアドリブみたいなとこがあって、でなんか急にこう M1 グランプリみたいな感じが始まったの、マシマシウスと二人で。で俺らはその時一応後ろで見てるだけだったんだけど、なんかみんなで盛り上げようみたいなって鳥越さんが急に審査員みたいにこう、ああお前何点やみたいな感じでうわーっと盛り上がって、で俺思いついたと思って、今田耕司さんと上戸彩さんで出ようみたいな言ってたね。ちゃんとな、考えて流れ、考えてな、流れもあったんでこれでいけると思って、ここに翔平君がいたから、翔平君俺こういうプランでやるんだけど行こうよっつったら関わりたくなる。本番中よ、本番中にみんな盛り上がってこう行こうと思った時に、まあ翔平君は多分負け戦になると思ったんだろうね、これで行ったら盛り上がらないと思ったのかもしれないけど、これはどうなのかなと。で俺その時近くにおって見てたわけ、全てのやり取りを一部始終見てた。でもあの時立ち悪いな翔平と思ったのが、多分健介に信頼を置いてない、おい全てを多分置いてないから、置いてたらね、置いてたらいいから、俺は明確な勝利ビジョンが見えたんで、一応俺やったら言ってたな、うん、何やかんやプラスに転ぶなと思ったけど、まだ翔平は信頼感が、お客さんも盛り上がってて、で舞台上盛り上がってて、俺だけ落ち込んでた。だからその反省やったその時の気持ちはどうですか、ね、俺の中では何も見えなかったの、ビジョンが上戸彩さんってどうやればいいのってなっちゃってこれ多分ダメだと思って終わりたくないよ、対抗してたから、うん、でもその以外のシーンとか急なアドリブとか全然できるのに、舞台じゃないですか、役の中でのアドリブとかだったら対処できるんですけど、ちょっと離れちゃうとなるほど、一気に確かに、うわあむずいってなっちゃう、あのシーンは特にそうでしたね。そうなの、そっか、その役で上戸彩さんちょっと離れすぎてた、そうなん、ハードル高かったかなってちょっとね思っちゃった。なるほど、あとこの裁判に関してこういう感じで行きたいのに、ガチ反省されるとなんかすごい俺も悪いことした気分になるから、大体こう俺が言って、いやいやお前が悪いだろうって結局俺が反省みたいな、なんかある、見た今までの遊び場見たよ、そういうルールあるから大体暗黙の、お前だけねえんだろ見た、急にスイッチ入った。いやまあ2個あってね、翔平君の意外な一面というか、僕初めて会った時から人見知りは感じなかったんで、あちょっとびっくり。まあじゃあ幻のユースケ君のプランをやってみて、自分これが裁判だから、あいつ一番やばい、その時のね流れがあって受けてたから、まあ、ケンスケのプランを翔平にやらせてあげたら、そうです、今田さんと、じゃあ一人審査員、あの時やった審査員の感じ、あんま覚えてる、あーいやーお前たたやれね、この後結果発表が出ますけど、あやちゃんどうですか、いやーどの組も面白かったですね、まあこの後CM の後惜しい、いや惜しかった、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 見えたな、見えた、見えた、ごめん多分いけてたな今のはいけてた気がするな、いやー面白い、いやおもろいし巨人師匠あそこ、あーやーまあまあ叩いて、翔平くん優しいの、翔平が優しい、はーあ、あれ俺はね、もう翔平に対して言いたいことは山ほどありますよ、僕は橋本翔平を訴えます、